官軍塚から勝浦灯台に向かうと、灯台の近くの下り坂の途中の右側に、日本海軍駆逐艦、沖風殉難平和観音像慰霊碑、建立の入り口と書いた、案内標識があり、狭い階段を登っていくと観音像が建てられていました。この観音像は、太平洋戦争最中の昭和18年1月10日に勝浦灯台南方海域にて、アメリカ海軍の潜水艦トリガーの雷撃を受け沈没した、大日本帝国海軍の駆逐艦沖風の乗組員、54名の慰霊を偲び、戦後、平和観音像慰霊碑が建てられました。沖風は、大正9年8月17日舞鶴海軍工廠で竣工され、峰風型駆逐艦の3番艦で、艦名の沖風は沖に吹く風を意味しています。太平洋戦争では主に戦団護衛に従事していました。